い、この度ハッピーリングプロジェクトを応援させていただきます今井理子です。よろしくお願いします。私からの応援メッセージはですね、焦らず、比べず、諦めずという言葉を送りたいと思います。はい、はい、お言葉いただきましたが、この応援メッセージには今井さんのどのような思いを込めてくださったんでしょうか。私の息子ライムはですね、お耳が聞こえないという障害を持っているんですけれども、その時に同じ境遇のお母さん方からいただいた言葉であって、子どもの成長をこう、見守る、焦らず、他の子と比べず、そしてこう夢に向かって諦めずっていう、この3つの言葉がこう、今の私の支えでもある言葉ですね。はい、なるほど。今井さんご自身の支えになった言葉を、はい、たくさんの方に応援メッセージとして送ってくださるわけですね。はい、温かいメッセージをありがとうございます。そうですね、私も息子とマクドナルドさんの方に、行くことが多いので、一緒に買って、一緒にこう親子とはめたいなと、はい、今回このハッピーリングプロジェクトに、参加するにあたり、何ができるんだろう、私にとって何ができるんだろうって思った時に、やっぱり一つは歌を届けることであり、そして、子どもたちの笑顔を、見たいな、そして笑顔をこう作ってあげたいなって思いました。なので、たくさんのメッセージ本当にお待ちしております。いつか君は大人になって、一人で歩く道があって、つまずいて転んだっていいから、希望を忘れないで、たった一つの答えは自分をずっと信じること、たった一つの願いは君がずっと笑ってますように。